工具橋神社は、大阪市淀川区鹿島にある神社。旧社家具は孫社。社名は、高徳天皇が、当地に行行され、工具は死と読まれた区によると言われる。鹿島神社旧記によれば、天徳三年に、丘の御玉の神、捕食寺を祀ったとあり、摂津市にも、稲荷神市に座、一座在鹿島村とある。かつてレンガ殿があり、広島が年中には、 北条時寄りが煉瓦殿を寄進したという。また、大平記によると、昌平六年頃には、楠木正成の三男正則は、鹿島明神の森に駒を止め、社前に祈願という記述がある。天文十八年の江口の戦いで、三好長慶が戦勝祈願に大鳥居を寄進している。元が具橋をこそと称し、後には鹿島神社、 鹿島大明神とも称していたが、織田信長の時に、稲荷神社と改め、明治維新後は、今の名に戻した。万寿万年火災をかかり、文久二年に社殿を再建する。明治五年尊社に列す。明治四十二年、三戸屋の三社八幡神社、三手倉島の住吉神社、住吉高天神の天神社を合志。翌明治四十三年に、天神社を合志し、 新鮮兵白陵とも新社に指定される。昭和34年には、鎮座千年祭を挙行する。ありがとうございます。